はい、うちの近所のダイソーでもようやく、メスティンが発売されたので、購入してきました。 1.5 号炊き、税込み880円の方ですね。大きなメスティンには正直あまり興味がなかったので、中くらい、いわゆるレギュラーサイズのものを購入しました。はい、でちょっと私がですね知りたかったことを今回確かめましたので、その動画を紹介したいと思います。まずですね、知りたかったのは何のためのシーズニングかということなんですが、ここに書いてあるのは焦げ付きにくいメスティンにするためという理由でしたね。焦げ付きにくいということみたいですね。下からといって焦げ付きにくくなるっていうんですかね、ちょっとそのあたりはあまり定かじゃないなと思いますが、まあ、米の研ぎ汁を茹でればいいですよということみたいですね。はい、まあじゃあちょっとそれやるんだったらついでに、茹で汁でやってみたい調理があるので、また次回の動画でやってみたいなと思います。で、まあちょっと基本的な確認ですね。はい、まあバリなんかはもうほぼないと思うんですけど、こんな感じでチェックしました。これ絞り加工がついてるのがいいですね。絞りってアルミの縁の部分がこうプレスで曲げてて、蓋が、止まる部分ですね。はい、絞りはいいと思います。まあ、強度も出ますし、内圧を高める上でも役立つと思います。でこれポーチがですね、バニティポーチっていうものなんですけど、以前小さいメスティン用に買ったものと比べてちょっとこう中に入ってる分厚いものがあるんです。私が知りたかったのは、この小さいメスティン、もともとあったダイソーメスティンですね。これもだいぶ使い込んでるんですけど、こんな風に、掃除するためのものも一緒に入れてます。あとメスティンの専用網ですね。はい。で、この入れ物、黒い、もともとのバニティポーチですけど、こいつにも入るのかどうかっていうのはちょっと興味ありました。あとこの小さいメスティンはですね、中に入るのは知ってるんですけど、どのぐらいこうきちんと入るのかっていうので、こういう角度で見たかったんですね。はい、完全にこう飛び出してないですね。もう収まってる感じですね。ということが今理解できました。で、空いてる隙間がですね、どのぐらいの隙間なんだろうと。これもちょっと興味あったんですけど、なんか役に立てないことをやってますけど、なんかすごい中途半端な隙間ですね。なんか中途半端すぎてなんか意味があるのかなっていうぐらいの隙間でした。はい、で中に入れるとこんな風にカタカタ音がするぐらいのちょっと中途半端な隙間だから、なんかカタカタ嫌な人は中にタオルでも詰めないとですね、詰めた方がいいですよね。そういうことが確認できました。でこの昔のバニティポーチに入れてみようと思ったらですね、これキツキツですね。ダイソーのメスティン、もともとのやつはですね、綺麗に収まってたので、まあ、持ち運びなんかも便利だったんですね。やっぱアルミなので表面がアルマイト加工されてて、まあ要は酸化アルミで覆われてるので、あまり傷つけたくないのでこういうポーチとかに入れてたんですけど、入らないですね。ちょっとポーチに入れてるメスティン折りのクッキングシート、あの辺も全部取り出してもう一回ちょっと入れてみます。これだったら入るかなと思ったらですね、これも入らないですね。なんか無理やりやると壊れそうですね。破れそうですね。残念ですね。これ反対側ももうパッツンパッツンですもんね。ということで、前のバニティポーチは110円でしたけど、これは使えないということが分かりました。ということで、この新しい330円のバニティポーチ、まあ、こっちだったら、なんならまだ少し横に詰めたりできそうな余裕があります。だから、メスティのこの 1.5 号炊きの場合は、この330円のバニティポーチじゃないと入らない。これ実は確かめたかったことなんですね。レビューとかでちょっと見つけられなかったので。はい、あとはですね、知りたかったこといろいろあるんですけど、そうですね、このメスティンの専用網ですね。これ小さいメスティンならぴったりなんですよね。
本当に何か落ちたりしないような隙間もないんですね。でこれがこちらだとどれぐらいのスペースが空くのかと見たかったんですが、めちゃめちゃ空いてますね。これだとなんか食材を上に乗せると下手したらこうちょっと横のスペースに落ちちゃいますね、ということが分かりました。まあ小さいメスティンを入れるための、台にするっていう感じなら全然問題ないんでしょうけど、直接食材を網の上に置くにはちょっと網が小さすぎるなということが分かりました。あとこれを入れた場合にはやっぱりそうですね、飛び出しちゃうんですね。これも見たかったんですね。しっかりと蓋ができるのかどうか、圧力鍋みたいな使い方ができるのかどうか知りたかったんですけど、まあ2つ目の蓋をすることはできなかったですね。はい、これ知りたかったことでした。あとですね、ダイソーメスティンしか私は持ってないので、この、S ビット風の、まあ、パチビットと言いましょう、パチビットがですね今まで入らなかったんですね。はい、なんかですねこのパチビット、普通の S ビットとサイズほぼ一緒だと思うんですけど、この感じですごくいやらしい引っかかり方をするんですね。もうちょっとっていう、もう本当ですね、惜しかったんです。でこっちだったら入るのかな、これはもう余裕ですね。まあ皆さん知り尽くしてるんでしょうけど、小さいダイソーメスティンしか持ってなかった私はですね、今まで入れることができなかったので、ちょっとこれは買って満足ですね。あとキャンドゥのアルストは2つぴったり入りますので、もともとダイソーのメスティンでいいんですけど、こちらの 1.5 号だけの方だと縦にも入るのかどうかと、これ知りたかったんですけど、無理ですね。はい、こんな感じで縦はやっぱ無理ですね。入れるならこれは横っていうことですね。横に入れても、2つだったらまだスペース隙間ができるというようなことが分かりました。はい、あとですね、これも知りたかったことなんですけど、いわゆる100均のミニ鉄板ですよね、これも入らなかったんです。ちょっとアルミで巻いててこんなになってますけど、これもですね今までは入らないので諦めてたんですけど、レギュラーサイズのメスティンならほぼぴったりですね。はい、でここにパチビットを入れて、さらにアルストも入るのかどうか、5ミリくらい入れてますね。だけど普通に閉まりますね。蓋を閉めてもこの蓋がちょっとあれですね、高さが増すんですね、ということが分かりました。この辺りもですね知りたかったことだったんです。ということは、アルスト2つも入るはずっていうことですよね。そうですね、アルスト入れても出しても蓋の深さは一緒ですもんね。はい、ということはアルスト2つ入れても、きちんと収まる。ちょっと余裕がありますね、中でまだアルスト動いてますね、ということが分かりました。この辺もですね確認したかったことなんです。私個人的なことばっかりなんですけど、であとこいつを入れた場合はダメなのか、ダメっぽいですね。やっぱりこの網がサイズが小さいので出っ張りが邪魔になってデッドスペースができちゃいますね。ということは現実にはこんな風になっちゃうので全部は入らないということですよね。おそらく使い方としてはですね、この大小メスティンと言いますね、大小メスティン2つを同時に持ち歩くことの方が多いと思うので、そう考えるとですね、もうこのパチビットはどっちにしても一緒には携帯しないかなと。これも浮きますもんね。もう本当にわずかでも、厚み足すともうパチビット入らないということが分かりましたので、パチビット入れるとシビアですね。なんかシビアなものをぴったり、うまく収納するっていうようなことは
多分私には無理なので、もうパチビットは、この段階で諦めました。はい、ということは、もうパチビットは使わないと、あくまでアルストでやる。どうせあのパチビット持って行ってもですね、他に固形燃料とか、まあ、小型アルストとかいりますのでね、まあ、なくてもいいかなという感じですね。したがって、まあ、アルコール燃料は別に持ち歩かないといけませんけど、小さいメスティック、それからまあ鉄板はせっかく入るので入れて、で、蓋をして、これだったらバッチリ収まってます。まだちょっと余裕ありますね。あの中で少し動くくらいですね。これで持ち歩けばいいのかなというふうな結論です。はい、バチビットは使いません。残念ながら、仲間外れとなりました。あとですね、あれですね、アルコールストーブを持っていくのに、そのスタンドがないですので、何かしらこうご得になるものは持っていかないといけないだろうなという感じですね。そうですね、それについてはまあ私の場合はアルストに直接置けるごとく、これですね、まあステンレスの板を切っただけですけど、これを持っていけば事足りるので、これで4枚あるのでちょうど2つ分ですね。したがってこれも一緒に入れることができれば、まあ荷物は軽量ができていいかなという感じですよね。ここには入るかなと思ったんですけど、ちょっと無理ですね、浮きますね。なので蓋が浮くのでそれは諦めて、この 1.5 だけのメスティンの方に、あ、ここにぴったり入りました。あ、これでいいですね。はい、これでいきたいと思います。もう S ビットはさようならですね。はい、ぴったり収まってて気持ちいいですね。鉄板をですね、ちょっとどう使うか全然考えてないんですけど、まあ、はい、入ったので入れたというだけですね。まあ、アルストが2つあれば、まあ、熱源2つなので、大小メスティンと鉄板、うまくやればいろいろレパートリーが増えるかなと思います。今回確認したことは以上です。